ときめき恋はスクランブル。その日、神様のいたずらは突然起こった。あ、おいお前、今見ただろ。ああ、終わった。さらば俺の平和な日常。この瞬間、陰キャぼっちだった俺の高校生活は激変することになったのだった。俺の名前は桐ヶ谷誠、小岩高校の2年生だ。まさに青春真っ盛りとは程遠い学生生活を送っている。そう、この俺はまさにぼっち真っ盛り。積極的な兄の反動で弟の俺は消極的になったんだろう。とにかく俺は平和に卒業さえできればいいのだ。昼休みももちろんぼっち飯。もう2年になり、お気に入りの場所も見つけた。それは校舎の隅にある非常階段。人が通らない代わりに風が吹き抜けて気持ちいいのだ。さて、今日も一人で。って嘘だろ。なんとそこには大量の鳥の糞があった。どうやら真上に巣を作ったみたいだ。俺の特等席が。仕方ない、上に行くか。あれ、誰かいる。って、あれは。俺は驚いた。見上げた先にいたのは、学校一のヤンキーギャルこと美咲先輩だったからだ。目立ちすぎる金髪とあまりにも綺麗な顔立ちの有名人。まさに孤高の一匹狼だ。あ、やばい、気づかれた。俺は誤って逃げようとした。しかしその時、俺たちの間に風が強く吹いたのだ。あ、まさに神風、いや神様のいたずらだった。おいお前、今見ただろ。うぐすいません、帰ります。俺はダッシュでその場を立ち去ろうとした。なぜなら衝撃的なものを見てしまったからだ。学校中から恐れられている美咲先輩のスカートの中は、なんとほとんど肌丸出し。そしてはっきりとした T の文字が見えた。あれってやっぱりいわゆる T は。ダメだ、今は逃げることに集中しろ。おい、帰るな。ああもう無理だ、俺はこのままこの世を去るのか。今までありがとうお母さん。どうだった？え？見たんだろ、私の下着。感想を教えてくれ。刺激的でした。あ、おい。一体何だったんだ。なぜ美咲先輩は俺に感想なんて聞いてきたのか。いくら考えてもその時はさっぱりわからなかった。次の日になっても俺の頭の中から T の文字は消えなかった。そして昼休みになっても T の文字に侵食されていた俺は、いつもの癖で非常階段に来てしまっていた。おい、はっ、しまった。お前、昨日のやつだな、後輩か。はい、2年の桐ヶ谷誠です。ちょっと付き合い。え？ってことなんだ。そうだったんですね。何かの間違いだろうか。俺は今あの有名な美咲先輩と一緒にご飯を食べている。そして美咲先輩がなぜ俺に感想を聞いてきたかも分かった。現在美咲先輩には彼氏がいるらしい。その彼氏は近くのヤンキー校、通称鬼校の3年生。鬼校は毎年ヤンキーが集まることで有名だ。俺もその恐ろしさはよく知っている。美咲先輩にはぴったりの彼氏かもしれない。どうやらあの刺激的な下着は彼氏の趣味らしかった。さすが鬼子、彼女にやることが違うな。で、どう思った？刺激的でした。やっぱり普通じゃないのか。まあ普通ではないかと。男はみんなこういうのが好きなんだろ。みんなではないですよ。何？そうなのか。経験豊富な美咲先輩ならわかると思いますけど。俺がそう言うと美咲先輩は黙ってしまった。初めての彼氏なんだよ。な、かわいい。てか悪かったな、経験豊富じゃなくて。いや、そのむしろギャップ萌えというか。キリガヤ、明日もここに来い。え、どうして？いいな。はい。それから俺は美咲先輩と昼休みを過ごすようになった。先輩と話すうちに分かったことがいくつかある。まず美咲先輩は怖い人ではない。言葉遣いこそ荒っぽい時があるけど、
中身は可愛い女の子だ。すげえ可愛い猫の動画見つけてさ。次に美咲先輩はかなりの天然。お弁当詰めるの忘れた。またですか。そもそも下着を見られても真顔で感想を聞いてくるような人だ。どこか抜けているというか純真無垢なのだろう。そして最後、どうやら美咲先輩の彼氏は自分の好みを美咲先輩に強要している様子。先輩だからそれを真に受けているが、客観的に聞いていたら普通ではない。先輩、無理に合わせる必要ないと思いますよ。かもな。てか、お前はどんな女が好きなんだ。黒髪ショートとか普通の。普通のって、もう普通が何かわかんねえ。俺は美咲先輩のことが心配だった。でも俺には軽いアドバイスをするぐらいしかできなかった。はぁ、そんなある日の土曜日、俺は用事を終え駅に向かっていた。すると駅前の広場で何やら揉めているカップルがいた。おいおい、こんなとこで喧嘩か。で、美咲先輩。まあ、ホテル泊まっていこうぜ。でも今日は帰らないと。そんなこと言わずによ。彼氏は見るからにザ・ヤンキーという風貌だった。そして美咲先輩は見るからに嫌がっている。俺はそれをただ見るだけで動けなかった。だって相手はあの鬼校の3年だ。俺みたいな陰キャが叶うわけがない。しかし俺が諦めかけた時、こんな声が聞こえてきた。土曜日にはホテル行くのが普通なんだって。ちょっと。誰だお前。なんでここに。美咲先輩、嫌がってるじゃないですか。やめてあげてくださいよ。なんだ、美咲の後輩かよ。別にいいだろ、土曜はホテルに行くのが普通なんだよ。さっきから聞いてれば、それはあなたの普通でしょ。なんだと。おら、ちょっとやめろよ。美咲先輩の純粋さを利用して自分の好みを押し付けるの、もうやめろよ。はあ、何お前、美咲のこと好きなの。好きだよ、ありのままの美咲先輩が。調子乗りやがって。避けて、霧ヶ谷。は、霧ヶ谷。もしかしてお前、兄貴いる。え、いますけど。名前は。龍二です。なあ、霧ヶ谷龍二って、あの鬼潰しの霧ヶ谷か。嘘だろ、弟が美咲の高校にいるとは聞いてたけど。そう、兄は陰キャな俺とは正反対、鬼校に通っている根っからのヤンキーだ。内面は優しいのだが、怒ったら手をつけられないため学校でも有名らしい。悪かった、頼むからお兄さんにだけは言わないでくれよ。霧ヶ谷、大丈夫か。はい、すいません。なんでお前が謝るんだよ。謝るのは私だ。いや、だってちゃんと守れませんでしたし、あの人もたまたま兄の存在を知って逃げただけですよ。美咲先輩。霧ヶ谷、私の彼氏になってくれないか。え、俺がですか。霧ヶ谷は強い男だ。身を張って私を守ってくれた。別れたばっかりで都合がいいのは分かってる。でも私は霧ヶ谷に惚れたんだ。美咲先輩。はい、もちろんです。これからよろしくお願いします。こうして俺たちは付き合うことになったのだが、週明けに事件が発生した。俺が待ち望んでいた昼休みになったため、あの非常階段に向かったのだが、なんとそこには黒髪ショートの美少女がいたのだ。え、美咲先輩ですか。なんだ、彼女の顔忘れたのか。いや、だって髪が。まこと、黒髪ショートが好きって言ってただろ。あ、それでわざわざ。似合ってないか。いや、めちゃくちゃ可愛いです。嬉しすぎます。そうか、よかった。まあ、俺はどんな美咲先輩も好きですけどね。ありがとう。あ、そうだ。何ですか。俺は今までの人生で最大の衝撃を受けた。なぜなら美咲先輩は下着を履いていなかったからだ。
前の下着全部捨てちゃったから今朝履くやつなくて。いや、そんなことあります？だから一緒に買いに行ってくれないか？まあ、まあいいですけど。やった！俺たちの初デートは下着選びになりそうだ。しかし天然でたまに見せる笑顔が素敵な彼女を俺は愛おしく思った。ミルです。なんとラストは何も履いてなかったなんて。スースーしそうです。でも天然さんでギャップがあるところにキュンキュンしちゃいましたね。